あんただってそう思ってるからオイラを追い払わねえんだ。そうだろ。百鬼丸にはドロロの姿も声も届いてはいない。だが百鬼丸には生まれながらに見えているものがある。魂の炎とでも言うほかない。重要なのはその色だった。敵意、憎悪、またはこの世ならざるもの、それらの持つ色が百鬼丸に危険を教える。魂の色を見る力、そして常人ではない感覚と身体能力によって百鬼丸は彼の暗闇の中を生きてきたのである。今百鬼丸がドロロを放っておくのはその炎の色が危険ではないからということでしかない。ただほら、この小さいのはオイラの焼きチン。通り過ぎることなく長く自分のそばにとどまる炎は彼にとって二つ目だった。